いいか。カレーでした。カレーだと思う。多分。あーマジね。これはお母さんのセンスが問われる。これ動画にあげるの？いやあげなくていいよ、それは。これあげなくていい？あげなくていいと思うよ、俺は。家めちゃくちゃ映ってるし、やめとこう。うち古民家だから。I just wanna be happy, happy tonight. はい、皆さんこんにちは。アイレスのカリアとオーシェンでーす。はい、そうですね。今も流行ってる。今も流行ってる。結構流行ってますよ。冬はいいってよく聞くじゃないですか。コロナ禍で。コロナ禍。で、私たちもね、その波に乗りたいなって思いまして。乗りたいですね。初冬はいい。初冬はいい。ということでね、早速、はい、やっていきたいと思うんですけども、今回ね、ウーバーイーツこれ頼んだの僕のお母さんです。はい。僕のお母さんで、あ、何頼むのかまだ全くわからない。僕たちはわからんで。カレーでした。カレーだと思う。多分。カレーでした。カレーだと思う。多分。カレーでした。カレーでした。カレーでした。頼んでもらって、うんこだな。まあ見た感じカレーですね。はい、カレーが入ってる。ちょっと嫌な予感しますね。多分まあ見た感じココイチだこれ。じゃあカレー食べますか。じゃあ全部同じような感じするんだけど。ちょっと待ってな。ああ。ポークカレー。え、全部同じや。全部全部同じじゃない？同じタイプ。これ大丈夫？辛さ、あ、酸辛って書いてある。え、お母さん一個だけめっちゃ辛い辛さっぽいっす。え、待って、めっちゃ辛いの。待って、俺大丈夫。お前にしろ。俺が一番辛い。今3つあるんですか？待って待って。一つはね、僕たちの大事な大事なマネージャーのものです。まあ、マネージャーね。何でこれ？頑張ってくれてるんで、まあ、普通の辛さのものをあげたいと思います。やばいやろ。はい、で、僕はね、普通の辛さを。ちょっと待って、しんどい。まあ、僕、リーダーだからね。リーダーだから、まあ、僕は普通の食べ。俺は何？ということで、俺はどれ体張って、辛いの食べる。やばい、初ウーバー。いただきます！初ウーバーって何？うわ、楽しみ。うおこれは満足できますね、このカレーで。俺、全然楽しくないんですけど。マネージャー来てる、楽しそうに食べてる。面白。うわ、ここっちのカレーってさ、シャバシャバなんだね。嫌な予感するわ、だって。めっちゃ辛そう。なんか、オーシェン、サンカラごときでなんか嫌になってますね。まだまだって感じする。じゃあ、いただきます。お前が食えよ。おぉ。うまいな。なんかね、ロースカツもあるっぽいんで一緒に食べてみます。これで死んだらどうする？まだ熱いから気をつけな。あ、じゃあ、まだ熱いから。カレーがカレー。おい！これ、こぼしたよ、マジで。あれ。いやいや、食べていいよ。いや、ちょっと緊張すぎてやばいです。ちょっと。穴がティッシュ入ってる。待って、なんか、電話かかってる。うん。ちゃんと、オーシンが酸辛になってるよ、うん。あ、全然辛くない、余裕が。余裕？余裕。はーい。そんなもんやったんやな。マジ、オーシン酸辛ビビりすぎ。大したことなかった？大したことない。いや、なんか、こんなもんなんや。大丈夫？いやー、ちょっと雑魚すぎっすね。ウーバーいいね。所詮こんなもんやったっすね。こういうこと言っちゃダメよ。ウーバーいいくね、結構。いや、いいですけど、全然。自分好きなもん頼んだら勝手に届くんよ。ちょっと辛いかもしれないですけど。いただきます。ちょっと待ってな。サングラスしてためにマジ初めてすぎて。ちょっと待って。ズボン抜き出したし、ひそすぎる。熱すぎ。うまいうまい。ウーバーイーツなのにこのあったかさがっていうのはちょっとすごくね。カレーうまいな。カレーがカレー。サングラス外すわ。やめとけ。つい。暑いって言ってる。ベロ焼き出しちゃうかもしれないから、そこはまず気をつけたことで。これサングラス外してんの。ひそすぎ。それで美味しく食べられないの。お前食ってみ。どんな感じか分かるから。辛いの。食べていいの。これどう？昨日辛いの。
ただきます。あ、一瞬ちょっとグリッとするくらいなの。いや、これ後から、あ、後から来るね、これは後から来るだけだよ、これ。言うてじゃない、言うて3からって真ん中くらい、調べましょう。10まであるの。マジで言ってる。10まであって3からでさ、へばってるじゃん、お前。話にならないよ。今度10からちょっと頼みたいね。あ、そうかも。10から挑戦してみた。あ、やりたいね、今度。ねえ、マジで汚い。ちゃんと食べよう。美味しそうに。しんどくないだろ、お前。なんで食べるの。じゃあお前全部、俺ぐらいの量食ってみ。まあ、今回の動画を通して、王仙が大嘘つきってことが分かったと思うので。食べ方が安いじゃん。頑張れ頑張れ、あとちょっとやん、頑張れ。もう曲聴きながらとかマジ一番意味ないわ。ボイチのスープほんとサラサラだね。マジで水とかある、申し訳ない。じゃあお前食えよ早く。お前が食ってみ。お前だって汚いもんだって食べなきゃいけないよ。最初からじゃあ今度頼んで。なんか切れてますね。はい、ってことでね、まあ僕たち中途カレー完食しました。ですけども、こいつカレーめちゃくちゃ頑張ってましたね。ね。冬ぐらいにちょっとメンバーみんなで集まって、ココイチの極辛完食挑戦したいと思います。冬ですね。ココイチ極辛、みんなで食べて。半辛でこんな小全般に似されてる俺が極辛やるのもおかしいと思う。10辛。挑戦して食べきれたよって人はね、コメント欄お願いします。やばすぎるだろ。ココイチ美味しそうだなって思った人もお願いします。で、ココイチ買ってみてください。はい、ということで今日の動画は以上です。また次回会いましょう。バイバイ。